こいつ顎ないよね、顎が。説明読んでみようか。人間という存在を理解するにはそれを超える必要がある。それを信条とするスコットランド人の科学者タルボット・グライムズはその無限の野心で高みへ上り詰めた。子供の頃、頭脳明晰でカリスマ的、権力に立てつくことを恐れなかった彼は人気者で愛嬌があってチヤホヤされていたが、異様なまでに自立していた。町の近くに広がる壮大な野原を一人で探索し、ほとんどの時間を過ごしていたのだ。子供の好奇心から始まった研究だが、有毒なジギリタスの実験でタルボットは危うく命を落としかけた。有毒なジギタリスの実験でタルボット、こいつはタルボットさんね。タルボットさん、ジギリタス、ジギタリスって何？ジギタリス誰か知ってる方いますか？有毒なジギタリスの実験したみたいなんですけど、有毒なジギタリスの実験って何でしょうか、これ。ジギタリスの実験で命を落としかけたと。何日もの間寝込んだタルボットは異常な量の汗をかき、食べたものを全て戻してしまった。回復したタルボットに湧き上がったのは恐怖ではない強い興味だった。それほど劇的に自分に影響を及ぼした花に、彼は摩訶不思議な魅力を覚えた。花だ。やっぱりそのジギタリスっていうのはお花みたいね。お花から生成されたような、あれ、お薬の名前。はい、その花から出たこの蜜がジギタリスっていうやつなのかな。そのお花から取れた、それを実験してたのか。人間だった頃のお話で、そう、実験してって自分がそう、あの何、感電じゃないけどそうなってしまったと。いるね、あそこに。で、この状態の時はもう走らないでおこうか、突進で。この状態もそのまま向かってっていこうかな。待てよ、おい。ほら、この状態で走ってたら早いね、だいぶ。伸びる伸びる、ストップ。はあ、心に溜まってくるだろう。まずは一人目、鹿だ、鹿。最高じゃない？ガラクタいじりが発動した。じゃあ行ってきます。撃て。あそこ 70% 進行？止めても足は遅くならない。はいはい、早い状態保っている。はーい、新サバイバーちゃんじゃないのよ。倒すよね。どこ行った？どこ行った？あれ？消えたんだけど。いるね、中に。行って泣かす。てめえ、この野郎。バレないはずないだろう。まあ、地下のやつはちょっともったいないが仕方はないよな。ファッサファッサファッサ。3回かな、4回。1回目の突進でぶつかって、2回目、3回目で、4回目と外した。ここでのターンは難しいみたいだな。早いぞ、私は。いやー、おいおい、
直すの早いんじゃない？あー、これ避けられるね。やっぱあそこでのターンは難しいね。ちゃんと見てるわ。いやー、しっかり見てるじゃないの。イエスイエスイエス。これは捕まえるのなかなか難しいぞ。一回ぶつかった後に走ってのターン、こう走ってる最中のターンは遅いままだな。これわかる？このターンは速くなったんだよ。でもこっから走ってる時のターンが遅い。早く行くぜ！ハロー？行こうぜ！イエー！ここから行こうか。残念、それは間に合わない。はい、まあでも左右に普通に振れば当たらないからね、攻撃は。横移動したらもう避けれるよ。これ後ろから来てる。はい、助ける？助けていい？殴るか。じゃお前をやる。多分猶予持ってるんじゃないかなって思うんだけど、あの子は。落ちたんですけど、落ちたんすけど。あ、いた。あっちにいるわ。まさかの姉落ち。好きに来てるんじゃん。ハロー。見つけちゃった。いけないよな。よし、行こうか。君と私どちらが早いか。ん？今転ぶって。あ。Thank you. ありがとう。いただいていく。決死の一撃。素晴らしいものをお持ちで。もう一度行きましょうか。落ちちゃ危ないんでね。さよなら。上が治りそうだな。直さないでくれよ。うんふん。もうキャラクターできてるのすごい。
残念、間に合わない。行こうぜ。マジか、治っちゃうの。こいつこそさ、あれ持っておきたいよね。ノーワン、こういうキラーはノーワン欲しいよ。いた、どこ行った今の。見つけた。逃げんなって。やるじゃないのパンツ。パンツ邪魔じゃブーカン。いいね、うまいね。オーケー、逃がしはしない。そう簡単に逃がしはしないぞこの私は。あー、止められない。イエス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 。はあ、最後の最後に覚醒したよ。待てよお前、ストライクなしね。オッケー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 。はあ、やってやったぜ。はあ、ふう、上がってきなさい。上がってきなさい。見せろ、見せろお前の姿を。見なかった。最後追いかけられたってやねんね。うん、最後はすんごい追い上げ。よかったよかった。登録してくれ登録してくれ登録してくれよ。イエイ、登録してくれ登録してくれ登録してくれよ。うん、登録してくれ登録してくれ登録してくれよ。